2だよね今の確か。いらっしゃいませ、トーカジノへようこそ。トーカジノではポーカーかブラックジャックでフリー対戦を行います。16人と全員対戦できます。全員に勝つと素敵なご褒美があなたを待っていますよ。全員に勝てか。一度の来店で16人に勝たなくてもアパートで日記をつけて眠れば対戦の続きから遊ぶことができますよ。忘れず日記をつけてね。それではごゆっくりとお楽しみです。あ、そういうことね、そういうことね。ここまだ解放されてないんだけど、カジノ対戦3があるって言ったからな。まだまだなんだろうな。ポーカーでもいいんだね。ブラックジャックの方が勝てる気もするけど、今度は16人から10人、全員に勝てばまたご褒美。ちょっと待って、ポーカー行くか。ポーカーってなんだっけ。16人から選んで 10回戦フリー対戦ね。10人全員に勝つとご褒美があるです。ゆうゆう。こっちはしーちゃんの配下ね。ああそっか、ロイヤルストレートフラッシュとか。あ、対戦相手を選んでください。待って待って待って、変なのいる、変なのいる、変なのいる。ちょっとなんで復活してんのよ。あ、なでさんもいるか。ちょっといないなと思ってる。なんで復活してんの、どういうこと。思想さんも一番足に持ってくんね。そしてこれはランダムか。あー、じゃあ買えばいっか。はい、まあ、分かってこいよ。絶対定撃のメモが出てくるだろ、この流れなら。さあ、始めるぞ。出てくる気がする。さあ、あっ、レイズでいいんだよね。はい。いいだろう。レイズは上乗せか。上乗せの権利か。コーンコーン。もう早速ふざけ出してんな。チェンジで勝たせてもらうぞ。ん、そんなバカな。あ、選んでからチェンジだったのか。やべえ、なんだ。あ、豚だったの。ありがとう。勝手に負けたな、あいつ。なあ、ダメザンスザンスシステム残ってんのね。あー、カヤマね。なるほどな。揃ってないな、豚だな。だからいいっすよ。だが上乗せをする。それが俺だ。いいだろう。受けて立つぞ。コーン。コール。チェンジは数字低いのはチェンジしておいた方がいいよね。こうかな。3枚チェンジぐらいやっといた方がいいし。このままでは。うわ、豚だ。まずい。ふむふむ。あ、やべえ。なるほど。勝ったっぽいな。ああ。これもう一回チェンジできる。もう一回チェンジできるんだっけ。ドロップしといた方があれか、かけなくていいのか。さらに上乗せもできる。一回コールしてみよう。よし、それでこそ日本男児だ。これでどうだ。これそうだよね。あー、なるほどね。久しぶりすぎてルールわからない。メルシブくん、ありがとう。かつくかやま、楽しんでんなお前。かけろかやま。どうするよ、おがみ。猫が揃ってんだよ、こっちは。よし、それでこそ日本男児だ。勝たせてもらうぞ。1枚チェンジか。おがみ、1枚チェンジか。まあ、こっちはこうするつもりだったけど。あー、ワンペア。まあ、引かない。どうするよ、おがみ。たとえワンペアであっても引かない。何？上乗せだと？引かない。よし、それでこそ日本男児だ。俺は引かぬ。これでどうだ。うおー、スリーカードは強い。そっかそっか。でもこっちの方がぶっ倒すのには早いな。ポーカーの方がブラックジャックより。ブラックジャック3人まとめて倒せんのかな。かかってこいよ。どうするよ、オガミ。手が悪いな。そしてだが隠す。それでこそ日本男児だ。勝たせてもらうぞ。ミューテ3枚交換か。ふむふむ、なるほど。9が出たんで9はチェンジの対象でしょう。2もか。こんなところか。ドロップしとこう。ドロップするとかけなくていいってことか。勝負を捨てたか、大神。いや、次で決めるんだよ。勘違いするな。落ち着け。オッケーオッケー。もうペア揃ってるから。勝たせてもらうぞ。
ふむふむ。4、2、3か。ただ4はチェンジだな。もうどうせ3つチェンジするんだけどさ。はい。あー、4チェンジしなくてよかったのか。だからかける。上がってこい。これでどうだ。引いたら男じゃねえんだよ。俺のペアの方が弱いのか。そういうことか。メルシブくん、ありがとう。なるほどね。まあ、カヤマは練習台だ。すまないなぁ、大神。こいつ、こいつ。まあいいだろう。お前はまだちょっと練習台だ。オッケー、ルールは分かった。来い、サリュウ。お前だ、来い、サリュウ。サリュウ、サリュウって来い。なんで生きてんだ、説明しろ、お前ら。君の戦いを見せてくれ。いやいや、なんで君生きてんの。なんなん、君。サリュウ強いのかな。強そうな顔してるけどな。まあ、コールぐらいだろう。それが君の答えか。いや、意味深すぎんだよ。2枚交換とか。どうしていいカードが来ないの。ワンペアか。もう手遅れだった。なんだ、なんなんそれ。ハンドアップすんの。そうですか。5コイン返してもらえるのかな。これが愛の力か。違うよ別に。君もしかしてボイスないな。お前ボイスないな。さてはボイスないからなんか作中で使われた。君のこと作中で使われたボイス使ってんな。お前なんか出たな、レッド得意の使い回しだな。出たな、出たな、レッドの大好き使い回しだな。どうしていいカードが来ないの。どうするんだい。なんで急に普通の声になったんだよ。ここコールぐらいかな。それが君の答え。じゃあ行くよ。何その使い分け。たまにコナン君になるのは何なの。君の負けだ。はい、そうだね。お前さっき負けてるからな。おいおいおい、もうかけるものもほぼないんではないか。これが愛の力か。これが愛の力だ。これがラブパワーだ。くらえ、俺のラブパワー。強強っ。それが君の。これは瞬殺できてしまうな。はい。君はもう終わりだ。このまま勝たせてもらうよ。ほう、桁数分かってる。お、もうやるしかないんだろうな。それが君の。お前どっちかっていうともうここで勝負するしかないからな。じゃあ行くよ。ドボンの時間だ。何、ストレート。おー、熱い強いの来た。階段になってるやつか。まあ負けるかもしれないかなと思ったけど俺の勝ちです。君の負け。オッケー。これが運命なの。これさっさと相手をドボンさせた方が早いよね。オッケーオッケー。勝った相手にはマークつく。あ、ついた。オッケー。じゃあカルマール様行こっか。用意しろよカルマール。イカ焼きになるよ。16戦って大変だな。でも連戦じゃないしろ。始めようかの。なんか親戚のおじちゃんみたい。カルマール様威厳どこ行ったの。なんか親戚のおじちゃんみたいだったけど今。始めようかの勝ちよ。よせ。オッケー。これが野望の果てなのか。果てだよ。16人もね、相手にしなきゃいけないんで、サクサク行かせていただきたい。オッケー。怪人組倒すか。怪人のとこにカヤマいる時点でそういうことだよな。カヤマやっぱ怪人だったんだろうな。私が相手をしてやろう。光栄に思え。股間か、股間だが俺の勝ちですよ。ほい。さよなら。こんな負け方は絶対に認めるぞ。オッケー。うがーっつったな。オッケー、レオン撃破。さあ、お次はサクサクいこう。じゃあいいや。はい、ピトンさんね。一番影薄い。名前違う名前名乗っちゃったせいで余計影薄い。カチワさんみたいなイメージの方が強い。さっさと始めるよ。はい。オッケー。さあ、あと怪人はコルボーか。ロベリア強そうだな。ロベリア掛け声に強そうだもんな。始めよう。果てなき戦いの宴。果てなき戦いの宴よ。始めよう。こいつは手強いぜ。コルボか。リワールのやつとは風格が違う。カードも違う。カードも違う。そっか。2ペアだと思ってた。勝利の女神に嫉妬されたか。ああ、いつユウさん勝利の女神ではないからな。女神界隈もいろいろ大変だ。強かったな。オッケー。勝利のビッシュ。酔えば勝手に負けてるけど。運命ならば受け入れよう。受け入れるんだ。そっか、
そういうところはちゃんとしてんだな。そうですか。オッケー。じゃ最後じゃねえわ。シゾ様。行こうか、シゾ様。なんだかんだ一番、ああ、でも割とみんなキャラ濃いな。怪人組は。なんならカルマール様が、カルマール様が一番影薄いイメージが。はい、ありがとう。負けぴょん。覚えてろ、ぴょん。ぴょん。オッケー、じゃあ、シゾ様もクリアね。さあ、怪人組、あとナーデル様だけですね。ナーデル様と、カヤマという怪人が残ってますけど、グラムも怪人かな、ある意味。グラムは破壊する方の、そっち、親父の方の怪人だよな。はい。レオニーがついてたやつだよな。ナーデル様ね、胸にどうやってそれ入れたの？そのマーク。すごい大手術だったんじゃないの？生まれつきかな？さあ、どうだ？ああ、行くわよ。勝ったらイーブン。わあ、負けたー。ナーデル様、負けたー。初めて。おお、ナーデル様強い。まさに芸術的ね。勝ったら芸術的なんだな。負けたら私は認めないわって言いそうなタイプだな。おお、やるな、ナーデル様。初めて負けたか。サリに負けたっけ？違うわ、カヤマに負けた。おお、自分で寄せてきた。上等じゃないの。あ、行くわよ。さあ、豚ナーデルかどうか決まるぞ。豚ナーデルでした豚ナーデルさんでしたね。何なの、美しくないわね。はい、勝ち。こんなことやってられないわひっくり返すタイプの人ね。試合が終わった瞬間。さあ次、怪人ね。ラストの怪人、カヤマ。一番ふざけてるよ、中山。なんかこうセリフ的にというか、なんていうか読み方、こんななんで弱いかな。あ、まあいいか、行くか。キングか。キングだったらいけるか。大丈夫かな。加山怖いな。これでどうだ。オッケーオッケー、よかったよかった。勝てる勝負だけ勝っていこう。やる。煽ってこられるけどね。弱いな。よし、それでこそ日本男子だ。弱いな、圧倒的に弱いな、これ。全開だよ、こんなの。勝たせてもらうぞ。7か。この目は。そんなバカな。え、降りたの？ああ、豚だったのか。そっか、降りてくれたのか。なあ、ダメ、残数。残数。うん、勝った残数。レイズ残数。いいだろう、受けて立つぞ。こう。こう残数。勝たせてもらう。どっちにしろ揃わんかったか。いずれにしろ。楽しいな、大神。煽ってきてるあたり、弱ってるな。弱ってると見た。上乗せの権利を使う。いいだろう、受けて立つぞ。コーン。さあ、カヤマ。どうだ。さよならだ、カヤマ。なんだと、カヤマ。お前、さすが、隊長格。メルシブ。どんな挽回を使うんだ、教えてくれ。カヤマが挽回使ったらどんな挽回だろうな。なんて言うんだろうな。楽しいな、戦いは、オガビーっつって挽回するのかな。笑え、大神っつってる、挽回しそう。大神の名前とかつけそうだな、自分の刀に。元の名前じゃなくて自分がつけた名前だろうな。大神のこと大好きっぽい。オッケー、勝ちですね。勝負。オブワン、さよなら。さよならって意味それ。さあ、加山は倒した。あと残す怪人はグランマか。はい。大変だな、16人は本当大変だな、これ。準備はいいかい？やっぱ恋恋と大富豪ってよく分からんけどクソ楽しいな。ポーカーとかってなんかちょっと難しすぎ、難しいっていうか、なんていうか難しくはないんだけど、なんかこう、いいよ、勝負だね。盛り上がりどころにかけるな。相手の手札隠しながらだし、これが対人戦だった場合はこう会話しながらあれなんだろうけど、どうしても CPU 戦になっちゃうと、うん、どうしてものかね。
同じセリフしか言わないのもあるしな。やっぱジョーカー持ってそう。ああ、そんな気はしたけど、なんかすごい力強い時ってジョーカー持ってたな、みんな。最初の読みが重要なんだよ。ああ、そうだね。最初の読み重要ね、クランボの場合は。この私に勝つとは、見直したよ。はい、何回見直すの。録画とか見直し、実況動画見直しといて。じゃあメルちゃんからいくか。はい。さあ割とサクサク進んでるけど、さあ始めましょうか。はい。ジャックだけだと厳しいか、厳しいが負けるかもとか言ってるから、ちょっとそれに乗ってみるか一応。さあ勝負はこれからですね。本当かどうか怪しいけど。ゴール。では。ああ本当だったんだ。あ、じゃあ倒せたわ。オッケー。今回は私の負けですね。オッケー。シンプルだったな。じゃあシーちゃん行こっか。はい。さあ始めますよ。始めましょう。弱いな。くそ。全然揃わんな。降りよ。まあ、これで勝ちだし、ね。ほら。ほとんど勝負してない気がするな。もう負けちゃったじゃないですか。勝負せずに勝つ、それが帝国過激だ。バラ組の力だ。バラ組のせいにしとこう。じゃあまずは一番強いロベリアから倒しとこう。ボスから倒すの基本だな。ボスから倒そう。さて裸にひんむいてやるからな。お前がひんむかれる番だぜ。ロベリア、君がどんなにいい感じでも僕のいい感じには勝てないんだ。いい、受けて立つよ。倒れな、ロベリア。さて、ノーペアか、最後。まあ、そう、虚勢張るしかなかったんだろうな、追い詰められたら。てめえ、イカ様じゃないだろうな。イカ様してんのはコーランだよ、バカ野郎。大富豪の時のなんで出せなかったんだよ。あのせいで何時間かかったと思ってんだよ。もう、あのせいで何時間かかったと思ってんだよ。コーランに不正で勝たれてから。不正だったよね。さあじゃあ次花火ちゃんを位置的に粉砕していこう。お手柔らかに。嫌です。嫌です。勝負は勝負だ、勝負は勝負だ。うわー、負けた。負けたか。今回引き悪かったもんな。ジョーカーだけだったもんな。他は F でなかったし。ダメだ、逃がした。顔逃がした。では勝負です。オッケー。ちょっと殺虫剤持ってきて。残念ですわ。巻いときました。いい、最後で降りちゃった。オッケー。じゃあ花火ちゃんは撃破ね。さあちょっと疲れてきた。さすがに何連戦もして疲れてきたな。あと3人か。でココリコね。カットしてボンボン倒していく感じで編集してんのかな。そんな感じなのかな。3、4、5、6、7できてんだけどすでに。僕だってやっちゃうよ。ホール。上乗せしてきてよ。ノーチェンジ。これを変えちゃえばいいのか。ねえ、イチローは勝てそう？勝てるよ。勝ちよ。イチローの勝ちよ。僕だってやっちゃうよ。コール。えい。イエーイ。負けたー。負けたー。ごめんね、イチロー。いいえ、ストレートで負けると思ってなかった。負けた。フルハウス。マジ、お、分かった。分かった。はい、っか。はい。コール。どっちにしろ勝ちですね。オッケー。やっぱり。ああ、イチローには勝てないやん。勝てないよ。いや、クレイジー羽根つきで、だいぶ任された記憶があるけど。泣かされたけどな。じゃ、グリちゃんね。
何も映らないんだ、ここ。さあ、勝負だ。この私を任すとは。嬉しそうだな、本当に。嬉しそうだな。任された一女子なんだな。ド M なんだろうな。ド M なんだろうな。すべてをかけたか。俺もすべてをかけよう、じゃあ。勝負だ。君と同等の。窓をかけよう。これで勝敗が決まる。行け、エリカ。ココリコ。勝ち。このは。オッケー。気候に負けるとは。さあ、これで残りはエリカ神だけということですね。大変だったな、これ。はい、やりましょう。大変だったな。すーげー時間かかった。言うて、あなたのミニゲームほどではないですけど、勝負です。さあ、勝負だ、エリカ。お前がラスボスだ。またカジノ対戦2なんですけどね、3あるでしょ、きっと。それはなんとなく背景の状況からも察しがついてるんですけど、弱え。とりゃとりゃのペアか。この人が一番ポーカーフェイスかもしれないな。負けちゃいました。何考えてるか分かんないところあるからな。ポーカーフェイスかもしれんな、もっとも。ポーカーフェイスってか、表情がコロコロ変わるから余計わからんな。一定じゃねえんだよ。エリカちゃん多分何も考えてないでしょ。トリアとか、なんか、負けませんよ、つってかけてくるけど。あ、かけれるんですね、みたいな。そういう感じでしょ、どうせ。そんな感じでしょ。OK。叩きのめしたな。負けちゃいました。負かしちゃいました。大神さん、すごいですね。すごいでしょ。それ聞いたんだ、前も。おめでとうございます。16人すべてに勝利しました。さあ、どうなの。ああ、新しい CG の。おめでとうございます。やるではないか。じ、火事の回転です。回転言うたら始まるってことか。つまり、それはつまりそういうことね。懐は燃えているか。あー、分かってたけどさ、カジノ対戦3ね。これもネタバレ食らってたから、パスワードのとこで。分かってたけど。